ダイポールアンテナ。ダイポールアンテナ。英語、ダイポールアンテナ、または、ダブレットアンテナ。ダブレットアンテナは、ケーブルの先、給電点に2本の直線上の導線、エレメントを左右対称につけたアンテナでる。とともに、線状アンテナの基本となるアンテナであり、最も構造が簡単なアンテナである。略して、DP、アマチュア無線用の自作アンテナとして広く普及している。 理論上の利得は2.14度倍、2.15度倍とされる場合もあるである。導線は水平の状態で用いることが多い、水平台ポール。設置スペースを節約するため、及び打ち上げ角を調整して、遠距離通信に有利とするため、傾斜、または垂直の状態、垂直台ポールで用いられることもある。原理上の核エレメントの長さは1、4波長。 全体で1、2波長。ただし、厳密に1、4波長ではインピーダンスが誘導性となる、性の虚数成分を持つため、給電線とのインピーダンス整合が難しくなるの、1、4波長よりも数短縮させて、インピーダンスを順抵抗に合わせることが多い。エレメントを短縮する比率を短縮率と呼び、1以下の数字で表される。 短縮率はエレメントが太いほど小さくなる。短縮率が必要な原因は、アンテナ線中の電波速度が、真空中空中よりも遅く、おおむね短縮率を乗じた速度だから、1、2波長が空中より短いためであり、必然的に1以下となる。エレメント周りの分布インダクタンス、分布キャパシタンスで、電波速度が変わることで、分布定数強振強振長さが変わる。 両端に金属板を取り付けると、そのコンデンサー効果でさらに短縮される。ダイポールアンテナの場合、両端が開放端反射となり、進行波と反射波の干渉でちょうど定在波が発生した状況がアンテナの共振周波数であり、アンテナ長が1、2波長の場合が共振の基本波で中級電部が大電流点、1波長が2倍周波数で、中央球電部が コインピーダンス点1.5波長が3倍周波で中央が大電流点と基本波の N 倍が共振点となる。すなわち周囲の影響によって共振長さが変わるため基上計算で正確な長さを求めることは困難である。そこで実際は少し長めに制作しておいて SWR が所望の周波数で最低になるようにエレントを切り詰めて 微調整することで最終的な長さを決定する。周波数、ニュー、メガヘルツに対する波長、ラムダ、M は次の計算式により求めることができる。2本の導線の内角を180度にすると入力インピーダンスが約73オームとなる。内角を120度にすると入力インピーダンスがほぼ50オームとなり、50オーム系の同軸ケーブルで直接給電が 可能となる。この時、アンテナの形が、アルファベットの V の字に見えることから、V 型ダイポールアンテナと呼ばれる。アマチュア無線化の間で、俗称万歳アンテナと呼ばれることもある。これの点値を逆にしたものを、インバーテッド V アンテナ、略して、フォーアンテナ、または逆 V アンテナという。アンテナ側は、平行。電位の分布が対象。同軸ケーブル側は、不平行。 電位の分布が非対称となるため、適切に給電するためには、バラン、平行マイナス不平行変換器を介して給電する必要がある。バランを省略した場合、同軸ケーブルの表面の胴体が片側のアンテナエレメントとしてある程度動作するため、指向性が乱れたり、利得が低下する場合がある。しかし、影響は軽微であるため、簡易な用途ではしばしばバランが省略される。 エレメントに垂直な方向で、電磁波の放射が最大になり、エレメントに平行な方向には、放射がゼロになる。放射の角度と強度の関係、指向性を図示すると、8の字のように円を2個連ねた形になる。地面近くに転調した水平台ボールの場合は、地面の影響を受けるため、地上光による打ち上げ角、垂直面内指向性が様々に変化する。 エレメントの途中にコイル、ローディングコイル、延長コイルを挿入することで、物理的長さを短縮することができる。なお、短縮のためのコイルなのに延長コイルというのは、短縮された物理的長さを電気的に延長し、電気的には元の長さに見えるようにするためのコイルだからである。電気的な長さのことを物理長に対して電気長という。またエレメントを折り返すことで、 物理的長さを短縮することができる。複数のエレメントを平行に設けたり、エレメントの途中に LC 並列共振回路を設け、共振周波数において、エレメントの先端を電気的に切り離したりすることで、複数の周波数帯で動作させることが可能である。このような目的で使われる LC、並列共振回路をトラップと呼ぶ。そのままで、ヤギ、 歌アンテナの放射器として用いられるほか、垂直に設置して、一旦のエレメントを設置、あるいは胴体板に置き換えることで、ブラウンアンテナとなる。ダイポールアンテナの原理を応用したアンテナには次のような種類がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。